最初は、ま、これぐらいです、ね、これは前鋸筋やから前鋸筋は、ま、前なんですよ、ゼロインチは、うん、あ、こっちまだ前鋸筋マシですね、左に比べりゃ。腕できるだけまっすぐ前です、あ、ま、横に、はいはい、左の前鋸筋かなり硬かったですけど、こっちはマシですね。へー、こっちはいきなり気持ちいいな。だからやっぱりね、あの左右動かす動作が全然違うから、そうですね、やっぱり痛み方が違うんですよね。へー、逆に左右同じ痛み方してたらバランスいいかもしれんけど、ね、左右差があるからなんか違和感感じるから人間って。ああ、そうですね、確かになんか傾いてるような気がして気持ち悪いですね。お、落としてしまった。大円形いきましょうか。ちょっとこれ、最初これぐらいっていうのを見といてくださいね。もう 今これなんですよ。ああ、部長の腕の上がり方、はい、まあ、もうちょっと枕入れてみましょう。これなんですよね。耳まで全然いかないです。いかないですよね。で、これをちょっとずつ緩めていきますね。だから五十肩対策にはこれめっちゃいいですよね。今あれですね、2時半ぐらいです。そんな、はい、2時半ぐらいまでしか腕上がってないです。さっき左は12時まで上がりましたからね。多分上がると思いますよ。で、これ上がりゃ、はい、肩甲骨多分出ます。へえ、うん、またあの一辺仰向けになる。あ、もう仰向けになってもらう必要もないな。もうこれで多分緩んだら今度終わりやし、ちょっとこれで頭までやったら次いっぺんうつ伏せになってもらって、右の肩甲骨上げてもらいましょう。そうすると多分上がってると思います。ほう、あ、そういえばこっちの大円筋はわりかしね、もうすでにほら、おーおお、1時までいった。2時半から1時にタイムスリップしましたよ。予想以上にこっちの大円筋、いや、そんな張ってなかったな。反応が早いですね。お、上がった。12時10分ぐらいです。そうでしょ、はあ、これ風鈴いいですね。短時間で面積が広いんでやっぱ全身いけますもんね。うん、まあもっと短時間でもうほぐしたいけど、なかなかそこまで難しいですわ。ただね、はあ、若い女の子とかはやっぱ早いですね、ほぐれるのね。あ、そうですか、うん、で、これ言うとまたあの誤解招くけど、若い女の子はもうね、顔すごい上がったり、顔小さくなったりするんですよ。あ、そうなんですか。小さくなるってどういうことですか。だからむくみが取れるんですよ。あ、そうですか。だから、まあ、あの側頭筋で先踏んだんで、その、なんていうかな、はい、これでね、はい、まあ、今ここですね。もうちょっと上がりますよ、多分ね。耳の後ろぐらいまでいけると思いますわ。うん、やっぱりちょっとこの大円筋は柔らかかったけど、広背筋のね、低支部がやっぱりちょっとだいぶ硬い。これはやっぱり左より硬い。ちょっとあの左よりもここは引っかかる感じするでしょ。ああ、しますします。へえ。左の方が気持ちよかったじゃないですか、これ。ええ、ちょっと痛み、時々痛いところがあります。そうですよ。こっちやったら、うん。でしょうね。だいぶ硬いですもんね。これがやっぱり肩甲骨、やっぱり右左に比べて、ね、あ、そうですね、動きにくい。そこ痛いですわ、うん、
そこのもうちょっと上側ですね、まあ今日はこれぐらいにしときましょう。ほうほうほう、すげえな、フルセラピー。でも気持ちいいです、すごく。ほんまに頭の先からそうですね、足の裏まで全部いけますからね。全身ですね、うん、はい、これで、はい、これでね、はい、ちょっと待ってください。これでね、もうちょっといけるでしょ、はい、こう頭に近いですね、これで。ちょああこれぐらいか、まあこれぐらいしかいけんか、仕方ないなでもだいぶやっぱ上がるようにはなってきました、ね、なってますけどね。はい、はいはい、すいません、これで、はい、もうちょっと食べてますね。これめっちゃ気持ちよさそうやな。もうこれで部長ほとんどね、これで頭までいったら頭痛ってほとんどしなくなると思いますよ。ああ、そういやあれですわ、まあまあまあ、頭痛くないでしょ。痛くないです全然。へえ、やり始めた時と比べたらもう全く頭痛ないんですか。おお、すげえ。まあもちろんテープで応急処置取ってしてね、で今日テープ貼るかフルやるかですけど、多分あの通りのテーピングやったら同じような効果しかないと思うんですよ。あそこまでもっと貼らんとね。でそれ以上貼るとね、やっぱりなんやかんや言ってもやっぱりあんまりおすすめしないから、うん、だからフーレの場合かな。やっぱりちょっとここ硬いですね、はい、うん、多分あの首やるとだいぶ柔らかくなりますよ、ここ。あー、こっちきついわ、かなり左よりやっぱ右の方が張ってますわ。ああ、そうですか。多分プレスしたって全然感覚ないと思いますけど、どうですか。そうですね、感覚ないでしょ。感覚ないです。感覚ないし、やっぱ鉢が出てないですもんね、はあ、信じられないですね。だからやっぱりこれもう頭痛起こって当たり前ですよね。あ、逆にそうやけど右はね、肩口の方は緩んでるんですよ。いびつなんですね結構ね、うん、そうですね、やっぱりちょっとね、左右に傾いてますね体が、あの仕事してる時にこう。そうかも分からない、足組んで仕事するんですよ。そうそうそう、結構歪んだ姿勢でずっと座ってる感じですね。うん、だからこっちね、これプレス入れたら感じるでしょ、はあ、うん、うん、あ、すごい効いてます。おお、効いてんだよ。効いてる効いてる。おお、あ、気持ちいい。これはね、頭の方はね感じられない張りすぎてて、え、同じ力ですか今。そうですよ、右も左も同じ力大体。あ、頭の方は今よりはちょっとあの緩めですけどね、はい、うん、だってあの状態で思いっきりプレス入れられませんもん。そんなん入れたって意味ないですもん。だから張ってる時はそれなりのあれですわ。ほぐれてきたら徐々に、あの背中と一緒ですわ、ほぐれてきたら圧を上げていく。やっぱ鉢が出てないってことは頭全体こうむくんだり腫れたりしてるっていう、うん、そういうことですね、はあ、さっきよりはねだいぶ緩んできましたね、はあ、毒をやっぱ出してあげないといけないですね。あ、デトックス、まあデトックスっていうかあんまりそれもありますけど、はあ、要は
かはこれ首のこの入浴時の周りの筋肉だから、この全部全あのこの間貼った、はい、あの頭板状筋にしても胸鎖乳突筋とかにしても、はい、全部ここへ走ってるんですよね。はあ、部長だいぶほぐれていたしプレス効くと思いますよ。ああはい、あそうですね、あ分かるようになりました。ああ分かります分かります。なかなかだからまあ、技術もそうなんですけど、この人はこことここを緩めてあげたら楽になるなっていうのを、うんうんうん、こっちがやっぱりイメージできてないと、うん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 、まあフーレセラピーにしてもキネシオテーピングにしてもやっぱり効果は薄いですね。そうですね、そうなってきますね、うん。はい、これで部長さっきのねこの肩のね、うん、柔らかなったら分かります。おなんか、はいはい、全然違うと思う。あなんかふにゃふにゃってしてます。そう全然違う全然違う。ここも柔らかなったら分かります。うん、この肩甲極で肩甲極すごい気持ちいい。で今度、頭たらもう一応今日はこれで終わりにしておきましょうか。それで最後にまたあのちょっと肩甲骨上げてもらってうつむいてこれぐらい大丈夫ですか。はい、すごいな。先生、ここはあのアロマ焚いたりとかはないんですか。それはないです。あ、ないですか。そういうあの柄に合わんことはしません。ああただ今度アメリカ行った時に、はい、あのハーブ療法は勉強してきます。あ、ハーブですか。うん、はあ、なんかハーブ療法とか水療法とか水、うん、そうやし水に浸かった時のあれ水にだから水着持ってこいって書いてあったね。へあと、あれですわ、ストレッチボール使ったあの運動療法とかも。あ、ストレッチボールですか。ボールかポールかストレッチボールやと思う。ボール言っちゃうかったかな。ストレッチポールなら結構今日本であれですけど、うん、僕も学生の時ずっとやってましたよ。まあこの建物とハーブって似合いそうな気するから。そうですね、うん、はい、これで一応フーレ自体は終わっておきます。はい、これでね、はい、またうつ伏せになっていただけますか。いっぺんうつ伏せになってもらって、もうこれで、はい、はい、これでね、右の肩甲骨をいっぺん出してください。おおおおおおはい、これで出してください。ほらおお90度以上いきそうなぐらいですよ。めっちゃ上がってますよ。ピシッと上まで、あーすごい、ピシッと上まで上がってる。まあ今度最後仰向けになってください。はい、これでね、最初に右の背中が右の揺れが悪かったのが、あーそうですね、だいぶこれで、すいません、体がきますよ。はい、はい、これで腕をこうしてください。手のひらですね、多分ね、これで揺れがね、もっと良くなってるはずです、ね、どうですか。おお、右がめっちゃ動いてる。まだ左から若干悪いけどね。じゃあ首の揺れね、これ首の揺れがこう肩とかの揺れとね、肩これ右の方が動いてないですよね。うん、若干動いてないですよね、うん、でも最初はもう露骨に右のラインだけがもうまっすぐで左だけぐにゃぐにゃ動いてるような感じだったんで。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうすか、首とか頭とか。すごいなんか柔らかくなって、もうほとんど痛いところないでしょ。すげえな、どうなってんだろう。
まあ細かいところいったらもっとキリがないですけど、これでかなもうロキソニンとか飲まんでも全然大丈夫だと思うんですよ。すっげえ。カッターも楽でしょ今、うん、いや、なんすよ背中から肩がすごい楽です。肩回ってますよ。あ、寄ってる寄ってる。腕が回しやすなったけど、めっちゃ軽い。軽い、若者のようだ。まあ、ここからね、ここから後ろ行かないというのは、こっち、こう関節が痛いんですよ。あ、関節ね、ここは引っかかってるんですね。あ、なんかパキパキって言うんですけど、ね、うん、あ、それは昔からなんですけど、ね、あ、これね、ここで、うん、こっちの直下筋と、ちょっとごめんなさいね、これでね、ああ、ここでしょ、このラインでしょ、ここら辺が動きにくいでしょ。いや、わからないですけど、ただなんか回らへんな。ちょっと肘曲げてくださいね。うん、どこが痛いですか。ここが、うん、で、これは大丈夫ですか。あ、これは大丈夫ですね、うん、はいはい、三角筋じゃないね。ここのところの、これね、上肩甲、うん、肩甲上腕関節、これしたらだいぶ楽になると思いますけどね。やってみますか。ここ一歩だけテープ貼ってみましょうか。もう今日はもう、はい、いや、これは別に今に入るわけです。はい、ずっとなんで、まあ、こういう時代です。ちょっと時間かかりましたけど